絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。85、心の苦しみが病気の原因。僕の病気は心の病気です。胸の方はこの心の病気が岸辺から溢れ出たものに過ぎません。脳が自分に課せられた辛労と苦痛に耐えかねて言ったのです。俺はもうダメだ、誰かどうかこの重荷を少し引き受けてくれないか。そこで肺が志願したというわけです。僕の知らないうちに行われたこの脳と肺の闇取引は恐ろしいものであったかもしれません。ミレナへの手紙。カフカの不安や心配が体を不健康にし、ついには病気にまでしてしまったことはおそらく間違いないでしょう。彼自身もそのことはよくわかっていました。しかし心の苦しみよりも体の苦しみの方が彼にはマシでした。少なくとも症状の軽いうちは。ミレナはこう書いています。彼は病を治そうとはしていたが、その反面彼は病を意識的に養い、心の中では助長したのである。病気の療養のために勤め先から休暇をもらったカフカは、仲のいい妹のオットラのところに行くことにします。彼女はまだ電気も通っておらず、最寄り駅まで何キロもあるような農村に暮らしていました。家からも会社からも遠く離れて、豊かな自然といい空気と新鮮な食べ物に囲まれて、カフカは幸せでした。現実から遠く離れて全くの自由でした。3ヶ月の予定が8ヶ月も滞在し、カフカはこの期間のことを後に、生涯で最も幸福な時だったと回想しています。オットラはこう言っているくらいです。神様が兄にこの病気を送ってくれたのです。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。